せーの、サチアレー。在日20年以上になります韓国人キマルンと申します。よろしくお願いします。最近さ、韓ドラ見てて思うんだけど、キスがうまい韓国俳優さん多すぎませんかって。韓国俳優さんでキス職人って呼ばれてる人多すぎて、結局誰のキスが一番いいのってみんななってると思うの。私がそうだからみんなもそうなの。ってことで今回の動画は、胸キュンを超えて埋骨、キスがうまい韓国俳優さんベスト3をご紹介させていただきたいと思いまーすよ。もう数あるキス職人を3人に厳選してランキング方式で皆様にご紹介させていただきますので、もうアーシ含め女性ホルモン分泌させてこう。栄えある第3位は、国民の年下彼氏こと俳優チョンヘインさんでございます。チョンヘインさんは1988年4月1日生まれ、32歳でございます。そうです、このお顔で32歳でございます。人間史上一番可愛いルックスをお持ちなのに、たくましいお体、実力のある演技力でギャップ萌えされ、埋骨されてる方が大量発生されております。そんなチョンヘインさんの出演作たくさんあるんですけれども、年下彼氏を演じたドラマ、よくおごってくれる綺麗なお姉さんでのキスシーンが、もうアジアを超えて世界中で話題を呼んでおり、総再生回数810万回を達成。もう年下イケメン彼氏と付き合ってるみたいな感情になるのはもちろんのこと、マジで母性本能が死ぬので、皆さん心してこのシーン見てください。それではいってらっしゃいませ。いや、苦しい苦しい苦しい。ジョナサンでシーザーサラダ食いながらこの動画見てる私、どない。ほんでリージョンソクさん、今どんな気持ち。続いて第2位は、国民のイケオジこと俳優コンユさんでございます。コンユさんは1979年7月10日生まれ、41歳でございます。他の俳優さんにはない落ち着いた大人の雰囲気で、彼氏にしたいランキングは常にナンバーワン、国民のイケオジ、国民の彼氏でございます。最近ではブラックピンクのリサさんのタイプがコンユさんってことで話題にもなりました。そんなうちらのコンユさんの代表作といえば、社会現象にもなったドラマ、トッケビでございます。その中でもなんと 22.1% という最高視聴率を叩き出した奇跡のキスシーンが2つございます。カンドラ史に残る超有名胸キュンシーンでございます。これ見たら息苦しくなります。ほんとみんな休憩してから見てくださいね。それではいってらっしゃいませ。いや、無理、無理、シンプルに5回死ぬ。今までの初キス全部なくして、コンユさんと初キス交わしますーってなった人で、余裕で中国の人口を超えますから。はい。
これ普通に画面見れましたよって人いらっしゃるんですか？いらっしゃったら多分前世ちゃんじゃとかでした？栄えあるキスがうまい職人第1話、元祖キス職人、うちらのパクセロイことパクソジュンさんでございます。もうね、キスと言ったらパクソジュン、この人のキスを超えられる人はございません。どれだけ多くの人が夢の中でパクソジュンと唇を交わしたことか。パクソジュンさんは1988年12月16日生まれ、32歳でございます。韓国ではラブコメの神様と呼ばれており、数多くのラブコメ作品の主役を演じております。パクソジュン様はね、とにかく下唇がドエロくて、もうキスするときに吸い付けるの。それはもういろんなホルモンが分泌されるわけ。パクソジュン様の出演作品って本当にたくさんあるんですけれども、その中でも2作品話題になったキスシーンがございますので、もうここからの動画は自己責任でお願いします。本気で埋骨します。はい、ということで皆様覚悟していってらっしゃいませ。おう、왜안아파？안아픈가봐。はい、もうごちそうさまでございます。顔、声、視線の三種盛りでございます。おう、いや、パクソジュンハン、これ童貞の設定でしょ？童貞がこんな完璧にキスなんてできません。どこで学んできたん？クモン？天神？はい、ということでキス職人3人ご紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか？もうね、一人一人個性があるんですよ。母性本能が荒れる年下彼氏ことチョンヘイン、墓まで共にしたい、イケオジ彼氏こと、コンユさん。キス部門でノーベル平和賞、ツンデレ彼氏、パクソジュン様。今回ご紹介させていただいた3人以外にも、うちのパッポゴン舐めてもらっちゃ困りますわ。いや、ヒバルンさん、イージョンソクさん、外れてますよ。っていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんですよ。もううちの推ししか勝たないという方は、ぜひですね、コメントでシェアしていただけたらなと思っております。ハート押しに行きます。ということで、今回も動画見ていただき、本当にありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。そして僕インスタグラムとツイッターやっております。ぜひフォローしていただけたらなと思っております。ということで、皆様がパクソジュンさんの下唇を奪えるように合唱させていただきたいと思います。いきますよ、せーの、サチアレー。